7月3日から九州地方を中心に日本各地で続いた大雨による被害は7月18日12時現在全国26県に及んでおり、人的被害108名、犠牲者77名、心肺停止1名、行方不明7名、負傷23名、住家被害15,725棟、全壊585棟含むが報告されています。精神的にも肉体的にも厳しい状況にあっても、被災地では人々が助け合いながら再建に向けて動き出しており、今回の翻訳元では以下のキャプションとともに現地の様子を収めた写真が複数枚紹介されています。日本ではまた別の大災害が多くの犠牲者と莫大な物質的損失を引き起こしていた。しかし被災地では雨が収まるとすぐに復旧作業が始まった。家、作物、自動車、職場、さらには家族などを失った住民は地域のゴミを片付け、その廃棄を始めたのだ。そして消防や警察、自衛隊やボランティアなども地元の住民たちと力を合わせて作業を開始した。悲しんだり、悲鳴を口にしたり、泣いたりする時間はない。それが自然なことであるように、すべての人が助け合うのだ。これは日本で何世紀にもわたって行われてきたことだ。パンデミックの中で途方もない損失に苦しんでいるが、しかし、それでも持ち前の強さ、勇気、そして逆境を跳ね返す力で、彼らは再び立ち上がり、困難を乗り越えていくだろう。この投稿に対し、外国人から感動の声が殺到しています。その一部をご紹介しますので、ご覧ください。